これ使ってみたらなるんですか？そうですね、なんていうの、2つが多いですかね、なかなか発生させるの難しいんですけども、うちは落ち葉を粉砕してね、はい。で、それを殺菌して、ネットでね、ネットというか、シャワーみたいな感シじ。ャワーというかね、そうですね、どこやったかな、あれ、小畑、北小畑かな、あの辺まで行ってね、熱処理してたんですよ。で、殺菌して、そこまで帰ってきて、で、それにそこに、菌を詰めるんですよね。落ち葉に。落ち葉に。で、その落ち葉にでも、その落ち葉にね、ぬかを混ぜるんです、ぬか。米ぬかね。そこを混ぜて、発酵させるの。米ぬか入れても、落ち葉入れても、それを粉砕するんですよ。粉砕する部屋が、粉が入ったんですよね。秋になったらやるんですけども、落ち葉を粉砕して粉にしてしまって、で、それと、米ぬかを混ぜて、で、水混ぜて、で、これを袋に入れるわけですね。で、それをいくつも袋に詰めたやつを、熱処理して、で、持って帰ってきて、それに、キノコの菌を入れると。なんで、そこの、部屋で眠らしたんですけども。そうなんですか。そこまで手間かかるんですか。結構あ、かかりますいいね。ですよ。いや、僕も簡単にもう椎茸みたいにその辺の木かなんかから寝るもんやと思ったから。出ますよ。だから、その木、椎茸、なんだっけな、むく、奈良の、奈良の木ですね。それに菌を入れて、それができます。要はしめじとかの原木栽培っていう原名木前栽とね。培ね、揚げてね。で、菌を売ってさ、それを必ず売ってやりますね。あと、ローで蓋して。ね。それが原木栽培っていそううやりで方なんですか。すね、あれ、大きい。当該。当該ですね。穴もできるんですか。大したもんですね。全部取れますよね。すごい。これみんな、生徒のちびっ子たちがみんな作ってるんですか。そうですね。生徒はちびっ子というか、高校生ですね。高校高生。校生の すごい。産業ですね。産業ですね、こんだけあったら。地域の方喜んでくれたらね、みんながそういうところは。いつぐらいからこういう農もう業が。だいぶもう前ですね、昔から、私ちょっと起きて9年目ですけども、その前からやってましたね。これは花ですね。